横浜市消防局は、神奈川県横浜市の消防部局 NBC 災害対応除染訓練2018年4月1日現在、ポンプ車153小型消防車18水槽付小型消防車26小型水槽消防車13水槽車67通型救助工作車27送水車1訓練車1救急車 108号車、21式車、19ミニ車、48、科学車、163点セット、大型科学車、1、大型高所放水車、1、大型科学高所放水車、1、泡現液搬送車、3特別救助工作車、1機動救助工作車、1検員工作車、1非検員車、1排除作業車、1特別高度工作車、1高発砲車、 一大型放水砲搭載ホース延長車。一大容量送水ポンプ車。一震災対策用ホース搬送車。一機動支援車。一総合支援車。一大規模震災用高度救助車。二水難救助車。一排炎サルベージ車。二ボンベー搬送車。二排除工作車。一照明電源車。三特殊災害対応車。一特殊災害対策車。 三大型除性システム搭載車、一燃料補給車、三燃料搬送車、一無線中継車、一延長車、一消防ヘリコプター、アグスタ車アグスタウエストランドオータムウィンター百三十九系二機保有二機とも、ユーロコプター車 a s 三百六十五ドーファンから、アグスタウエストランドオータムウィンター百三十九に、更新航空電源車、 1>, 1消防艇、2救助艇、1資機材搬送車、2機動二輪車、96防災指導車、4広報車、38連絡車、47指令車、21輸送車、3特別査察車、4整備巡回パトロール車、1乗用車、1作業車、1保安検査車、1災害救援車、1火災調査車、1原動機付き自転車、99合計、 630、主力機械に関する参考文献、横浜市消防局平成30年年報なお、横浜市消防局の水槽付けポンプ車、消防ポンプ車は、震災対策として、エンジンカッタースプレッター等を常時搭載している。また、各消防署に所属する救助工作者もポンプ装置を、積載支障化活動が行えるようになっている。 特別高度救助部隊一般部隊車両、その他特殊車両航空隊、消防艇横浜市消防局の車両やヘルメットの表記は横浜消防となっている。横浜市消防局時代は横浜市消防局であったが、横浜市安全管理局が発足した際に横浜消防に表記が変更され、横浜市消防局となった現在も横浜消防表記を踏襲している。 出場中の部隊消火栓から推理して先着隊に中継活動を実施するポンプ社横浜市消防局に採用された消防理員の初任基礎教育を実施する消防学校。特別救助隊や救急救命士の要請、火災原因の調査員の要請のほか、消防団員の訓練、特別高度救助化訓練も行っている。通常、 神奈川県内の消防理員として採用された場合は、神奈川県消防学校に入校するが、横浜市で採用の場合は、横浜市消防訓練センターに入校する。学歴に関係なく6ヶ月で卒廃される。横浜市の救急救命士養成書で、救急救命士法第34条第4号、該当施設、定員40名。修行年限は6ヶ月。 特別高度救助部隊は通称スーパーレンジャーと呼ばれており大規模災害や特殊災害等の救助活動に対応するため特別な技術、能力を有する隊員や装備で編成されている横浜市消防局の本部直轄部隊緊急消防援助隊や国際消防救助隊として国内外の災害にも出場する1964年の 主な出来事東日本大震災に伴う、本市の緊急消防援助隊派遣状況、青葉消防署なら消防出張所が解消します。東京都大島町土砂災害における、神奈川県緊急消防援助隊派遣、活動結果について、AB 横浜市南区総合庁舎の整備について、政令始発。ドラゴン出動。静岡市消防局に新車両配備。静岡市。 2018年8月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月27日閲覧。港未来の耐震バースで公開訓練を行ったドラゴンハイパーコマンドユニットって一体何ハマレッポ .com 株式会社 ITA。2018年8月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年8月27日閲覧。高性能ヘリで救助力工場横浜市消防局2機更新、青葉消防署員掛け麻雀、指令法、停職12ヶ月、7人は1ヶ月、横浜。神奈川新聞2011年12月29日0時13分。2020年8月12日、閲覧。救急隊員が21歳女性に、 強制わいせつ消防局長は、市民の信頼を損ない、申し訳ない。ビッグローブニュース8月31日15時1分。2020年8月7日閲覧。加熱フライパン当てて、指導の一貫消防市長がパワハラ。神奈川新聞2020年5月1日19時33分。2020年8月7日閲覧。ありがとうございます。